みんな早く。ちょっと翔ちゃん、ここ照らしてくれる？何？何してんだよこんな時に。だってお出かけするのにお化粧しないわけにいかないでしょ。お出かけじゃなくて夜逃げだろ。もう姉ちゃんはどこにいるの？もう何のんきに座ってんだよ。私行かない。だって私たちが悪いことしたわけじゃないもん。取り立て相手にそんな話が通用すると思ってんのかよ。大丈夫だって、取り立て屋だって話せば分かる。分かるわけねえだろ。亀井さん、やっぱ来たよ。いるんでしょ。ほら行くよ、みんな勝手口の方。ちょっとショック、こっち来らして。こんな分かってるんじゃ早けんかい。これほら開けろや。開けねえとガラスぶち壊したら入んぞ、こら。あ、出てこいや。姉ちゃん、早く。おい、開けかい、こら。見えてんの？私たち一生割れて暮らすのかしら。メイ！亀井さんのお嬢ちゃん、おはよう。お父さんどこ行ったか分かったかな。それがまだ。なのでお引き取りしていただけると嬉しいんですけど。分からないんじゃ仕方がねえな。うん、じゃ今日のところはお引き取りで、そんなわけにいくか。くるぽけくるさっさと金返せや。わかりました。今これしかないんですけど、ごめんなさい。おお、ありがとうなーって。なめとんかい。ひどい。一円をバカにする人は一円で泣くんですよ。お前アホか。は？どないするやん、おい。どないするやん、どないするやん。あ、本当にこれしか持ってないんです。パパ。え？おい、おい、あ、え、でも見ないと。いや、探して助けていっちゃうな。言ってんじゃねえ、こら。亀井静香は借金踏み倒し、夜逃げ泥棒の娘。泥棒なんかじゃありません。ただ父の会社が倒産しただけで。困ったもんですな。我が伝統ある清廉女子高校の汚点ですね、これは。さらに言えば恥さらし。恥さらし。私2年の2学期に学級委員やりました。クラスがバラバラだったからみんなで交換日記始めたんですよ。我が校は特別な資格を持った生徒だけが通うことができることで有名な高校なんですからな。文相の学校に転校してもらうしかないでしょうな。まあそういうことでしょうね。私1年生の時は飼育係もやりました。夏休みだって
毎日餌やりに来てウサギの花子は私に一番懐いてたんですよ。そろそろ授業ですね。そうですね。私キリンっていう字漢字で書けます。ゆうべあれからまだどっか行ったんですか？内緒です。お好きですね先生。あの私、あの、そのだから効果だってちゃんと歌います。平沼学園1年生、春菜です。え、春の制服似合ってる？なんか恥ずかしいからあんまり見ないで。春菜の最近のマイブームは血液型の話です。ちなみに春菜は O 型です。自分的にはこのリボンとブレザーが気に入ってて、可愛くないですか？あとスカートもすっごいお気に入りです。チェックが。超かわいいの。ちょっと人んちに勝手に上がり込んで何やってるんですか？人んちって誰？君。私は。ん？おー、あの、私はただの通りすがりの女子高生なので。これは清廉女子校。ほー、ちょっとですけど。お前1000円か。違います、1000円と386円ありました。そうか、すまんすまん、何謝っとん、なめとんかい。悪い。だからなめてないですって。俺らはな、お前の弟に金貸しとんねん。うちらがだけで6000万円で上がってんのこれは。お父さんの居場所が分かんないんだったらさ、ご家族が6000万なんとかしようよ。そんなこと言ったって、うちだってお金がないからこんなボロ屋骨に住んでるじゃないですか。顔だってコップ一杯の水で洗ってるし、トイレだって公園使ってるし。それは自業自得って言うんだよ。それにお部屋には
足の速いカブトムシみたいのがいっぱいいて、我が物顔で進んでるし。それはゴキブリ。それに黒くて尻尾の長いハムスターみたいのが野菜かじっちゃうし。それはドブネズミ。ドブネズミ。ごたごた言わんとな、はよ金返したらいいんじゃい。だから私たち家族だって困ってるんです。6000万なんて私たちに返せるわけないじゃないですか。あれ、お嬢ちゃん逆にね。あのね、君かわいいし、その気になりゃ借金返す方法なんていくらでもあるんだよ。そこんとこ事務所行ってゆっくり相談しようかね。ああパパ。パパがどないしたん。連れてけ。行こうか。やだ、離してって。まず見てんじゃねえよ。ママ超助けて。あいつ困るな。うちのお客さんに手出されちゃう。うちの僕、誰や。あんたらサクサクローンの人だよね。随分悪どい商売やってるようだけど、年 29.2% を超える利息は種子法違反になること知ってるよね。5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金。あや、おい、そもそも債務を抱えてるのはこの子の父親だ。娘さんに返済を迫るのは違法じゃないかな。そうなの。ガタガタ抜かしとったらガタガタ言わすぞ。あれこれって暴行じゃないかな。刑法208条、暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金。さらに怪我でもさせたとすれば傷害罪で、15年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金だ。どちら様。僕ですか。僕は確か。これ以上言いたいことがあるんだったら出るとこ出ましょうか。私、弁護士の野中博夢と申します。本日は亀井智春さんの依頼を受けてまいりました。あら、パパから。あんなブルセラビデオ見てる変態弁護士なんて信用しませんからね。女子高生は僕の高尚な趣味だ。自慢じゃないが、都内328校の制服のデータは全て頭に入っている。あ、制服。おお、清廉女子の交渉がボタンにまで。素晴らしい。ちょっとやめてくださいよ。で、パパから何を依頼されたんです。破産の申し立てです。そんな申し立て。僕は本来金になる仕事しかしない主義なんですが、亀井さんには以前助けてもらったのでこうして参上させていただきました。ああ、じゃあ私たちを助けてくださるんですか。ありがとうございます。ママできたよ。どうぞ。助けるっていうのはどうやって助けてくれるんですか。亀井さんの負債は現在3億7000万円。あら、すごい。3億。破産の申し立てをすると財産は全て債権者に配当されますが、その代わりに配当後に債務が残っていても支払う責任はなくなります。借金がなくなっちゃうんですか。でも財産が1円もなくなったら私たちは明日からどうすればいいんですか。破産後のご家族の生活が成り立たなくなるため、亀井さんの預貯金の中から20万円と
生活に最低限度必要な家財道具があなた方の手元に残ります。マジっすか？マジ。あらよかったわちょっと待ってください。この書類で3億7000万の借金がパーになってうちに20万くれるんですか？残った分です。すげえじゃん。信じらんない。20万円あれば1週間は暮らしていけるわね。1ヶ月は暮らせるでしょ。でもこの20万円の中から先生の報酬を支払いするとなるとほとんど残らないわね。それには及びません。私の報酬として亀井さんからすでに100万円いただきました。それが弁護士の仕事なんだね。私なんて夜逃げして学校まで辞めて大変なのに。君ね、そういう見当違いな文句言ってる暇があったら働け。もう何なのよあいつ偉そうに。笑って笑って。はいチーズ。よっしゃ。なに？これオーディション？うん、ウイロープロってとこがさ、うん、10人組のアイドルグループ作るんだって。選ばれると賞金100万円だってさ。100万円？うわー、ちょっとちょっと静か、助かるわ、ありがとう。それとも何言ってんのよ。私芸能界なんか興味ないし普通だし、こういうの絶対無理。今度のオーディション普通の女子高校生募集なんだってさ。普通だったら静かぴったりじゃない。写真修正しとくからさ修正修正ダメ、こういうのは絶対ダメ。それで100万エントリーナンバー83番、亀井静香さん、前どうぞ。ほら頑張って。やっぱり私無理。亀井静香さん。はい。亀井静香、17歳です。応募した理由は何ですか？お金がなくて。お金？私は小さい時から普通のアイドルになりたくて一生懸命勉強してきました。何の勉強したんですか？水中微生物についてです。水中微生物？ゾウリムシってすごいんですよ。体長 0.2 ミリしかないのにご飯食べてうんちしちゃうし、あとスピードだってさーってすっごい速いんです。あ、でもアメーバに食べられちゃってちょっとかわいそうなんですけどね。はい、そうですね、かわいそうですね。そうなんです。では歌っていただきましょう。曲名は大都会です。そんな簡単にはいかないよね。でもいつか絶対アイドルになってやる。そっか、マリコさんちも大変なんだ。いつかアイドルになってお金持ちになれるといいね。え？あ、うん、絶対夢を実現する。お疲れ様。二人とも残念だったけどとっても良かったよ。僕はそう思ってるから。これ名刺。じゃあこれからも頑張ってね。はい、ありがとうございます。二
人ともよかったって。よかったね。ええ、あの歌でよかったっけ。うん、なんでもない。ああでも私そこで次のバイト探さなきゃ。この放送は清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王、日産自動車、アサヒビールとご覧のスポンサーの提供でお送りします。団地妻、縦横、後ろ前、縦横、後ろ前。何ちんたらやってんのよ、さっさと拾え。はい、ありがとうございました。そうなりました。これね。弁護士。私の報酬として亀井さんからすでに100万円いただきました。それが弁護士の仕事なんだね。何が正義の弁護士よ。働けとか言って偉そうに。ちょっとそうちょっとそう。いらっしゃいませ。何これ。レンタルは1週間でよろしいですか。レンタルじゃなくて買うんだけど。ご苦労さん。どうもありがとうございました。どうも。なんでああいう人がお金持ちなの。世の中間違ってる。ああ。ねえちょっと亀井くん。あ、ね、すいません。ちょっと話もやります。ちょっとまだ時間経ってないよ。ちょっと。なんだ君か。私たちから取ったお金でそんな変な女子高生のビデオなんか借りたりしてどうかと思います。借りたとは失敬な。これは貸したんだ。しかも店員のお前に客の交渉なしみに文句をつける権利はない。ですから制服姿の女子高生のビデオなんか見るんだったら その何？ここに女子高生がいるんですけど。は？
願いします、私を雇ってください。雇うのは無理だが、10万でどうか。そんなこと。バカ、勘違いすんな。制服を売ってくれって言ってるだけじゃ。に思い出がいっぱい詰まってるんですから。清廉女子高校辞めさせられたんですか。だから働かせてください。雑用でもどんな仕事でも文句言いませんから、お願いします。分かった。いいんですか。ただし条件がある。条件って。どこでもいい、ちゃんと高校卒業しろ。それが条件ですか。それともう一つ、仕事の時は必ず制服を着てくること。付け加えるならば、僕はセーラー服よりもブレザーの方が好みだ。よろしくお願いします。その制服は都立鳩山西高科。さすが高尚な制服マニアですね。おっしゃる通り鳩山西高校に編入しました。ブレザーです。ダメだね。え、全然分かってない。その制服の着こなしは、スカートだけは膝上 7.5 センチ、ブラウスは第一ボタンを外し、リボンは鎖骨の下まで下げる。5センチってこんなに短かったらスースーしてお腹壊しちゃいます。あ、そう、出口はそこだよ。わかりました、頑張ります。それ終わったらこれコピー、あとお茶、台所の掃除、トイレ掃除。そんな雑用ばっかりじゃなくて、もっと弁護士らしい仕事ないんですか。雑用だって大事な仕事ですもんね。麻生さん、いろいろと教えてやってください。雑用とか。麻生さん。あ、はいはい。新しくバイトで入った亀井静香君です。私事務を担当しております麻生小太郎と申します。ニハオ、よろしくどうぞ。よろしくお願いします。ただいま戻りました。先生、マイケルブラザーコンテルのホーム監査の件ですが。新しくバイトに入った亀井静香君だ。よろしく頼む。どちらに。ここに。野中先生、先生のご趣味は知っていますが、詳しくの方が過ぎるのではありませんか。悪いけど、ここは援助交際する場所はないの。さよなら。後藤田君、君が厳しすぎるせいでバイトが次々と辞めてるんだ。別れだろ。そうですか、全部私のせいなんですね。わかりました。じゃあよろしく頼むよ。後藤田君は優秀なパラリーガルだ。え、パラリーガール。ちょっとあなた、今新規臭いおばさんのくせして何がガールよって思ったでしょ。はい、いえ、ガールじゃなくてパラリーガルよ。リーガル。パラリーガルって。弁護士をサポートしてくれる法律事務職で、弁護士に代わって事情聴取や書類の作成、現地調査などを行ってくれる。後藤田さんは帰国子女で英語と中国語も堪能なんですよ。すごい。今度私に英語教えてください。
お断りよ。出て。私ですか？早く。はい。はい、もしもし、亀井ですけど。して十分。はい。ちょっと亀井さん、何やってんの？ああ。よし、やった一枚目。すいません。だから、はい、かわいいんですけど。だから何と言ったらわかるの？黄色いファイルは破産関連、緑のファイルは企業関連。返事は？はーい。ちょっと、あなた今私のことクソババアとか思ったでしょ。はい。はい。じゃ、嫌ならやめることね。出口はあっち。あー、素敵な先輩だと思ってます。相談したいことがあるんですけど。いらっしゃいませ。どうなさいました？あ、祖父が知人の借金の連帯保証人になってしまって。連帯保証人って何ですか？その方には逃げられました。はい。負債はいくらですか？2400万です。取り立て屋は？来てます、毎朝毎晩。本当ですか？うちと一緒です。あの人たちって本当に頭きますよ。亀井さんは下がってて。後藤田君。はい。うちは専門外だから、どこかいいところを紹介してあげて。かしこまりました。どうぞあちらへ。はい。どうしてやってあげないんですか？うちの破産手続きはやってくれたのに。あれは特別だ。弁護士なのにそういう差別をするのってどうかと思います。簡単に破産手続きなんて言ってるけど、一流の企業から多額の報酬を得ている僕にとって、安い報酬で依頼人の家計、財産の状況、債権者の一覧を作るのは手間がかかって面倒なだけなんだよ。だってそれが弁護士の仕事でしょ。はあ、君ね、今日本に多重債務者と呼ばれてる人は年間400万人。それに対して日本の弁護士は22,000人。いちいち相手にしていたら一生破産手続き専門の弁護士になるだけだ。僕は今の状況から貧乏になるつもりはない。貧乏だっていいじゃないですか。人のため、正義のためになるのが弁護士の仕事でしょ。もう一度だけ言っておく。僕は金にならない仕事はやらない主義だ。ありがとうございました。どうしたのおじいちゃん？え、またお店が？ひどい。
にかくすぐ帰るから。ひどい。すぐに警察に電話しないと。無駄だよ。前にも同じようなことあったんだけど、警察は何もしてくれなくて。この子は弁護士事務所の人。もう破産手続き断っちゃってすいませんでした。そうか、いいんだよ。俺があいつの連帯保証人になったのが悪かったんだよ。あいつって前にここで働いてた人。この店の味を広めたいからのれん分けしてほしいって頭下げられて。おじいちゃんは人よしだからお店の借金の保証人になっちゃって。何のこっちゃない。店に行ってみたらラーメン屋だったよ。挙句にすぐお店にダメにしちゃって行方不明。そんな、俺の見る目がなかったんだよ。だがこんなことで霞にまで迷惑をかけてると思うと。おじいちゃん、姉ちゃん、片付けはいいよ。あ、いいんです、いいんです。お手伝いさせてください。ありがとう。ありがとう。いいいい。いいっすか。いらっしゃいませ。どうぞ。お姉ちゃん、なんか食べるか。いえ、私は大丈夫です。遠慮しないで。何がいい？じゃあオムライス。お待たせ。うわー、大きいですね。ごめんね、後回しにして。どうぞ。いただきます。ありがとう。これで500円なんて安すぎです。この辺りは学生さんが多いから。再三度外視してやってきたんだがな。うち何も悪いことしてないのにね。そうですよね。それって間違ってますよね。亀井さん、よこしなさい。昼間の洋食屋さん、あなたが助けるつもり？そうです。だっておじさんみんなのために頑張ってるのに、なんであんな目に遭わなきゃいけないんですか？連帯保証人だかなんだか知らないけど、おじさんが悪いわけじゃないじゃないですか。あなた、なんでそんなにムキになってるの？だって悔しいんですもん。悪いやつをやっつけたい、正義はちゃんと勝つんだって思いたい、困ってる人を助けたいんです。そう、困ってる人を助けたい。はい。だから私はパラリーガルになったの。法律に関わる仕事をやっている人の心には絶対必ず人を助けたいという気持ちがあると私は信じてるわ。亀井さん、あなたもその優しい正義の心をずっと持ち続けるのよ。絶対に今日のその気持ちを忘れてはいけない。分かったわね。戸田さん、野中先生に私からお願いしてみるわ。本当ですか？私に任せておきなさい。私の言うことだったら
野中先生も絶対に聞いてくれるはずよ。よろしくお願いします。ここまでの放送は、清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王、日産自動車、アサヒビールと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。おはようございます。おはようございます。野中先生覚えてらっしゃいます？丸橋商事の不当解雇の裁判の時、大手企業相手に一歩も引かず解雇無効を勝ち取った時の野中先生、とっても素敵でしたわ。正義感にあふれて、なんだかこう神々しく輝いてらっしゃいました。なんだか今日は暑いですわね。弁護士として弱い者を助ける野中先生、私大好き、尊敬しますわ。弁護士としても男性としても先日の洋食屋さんの件、野中先生だったらきっと。後藤田君。はい。マイケルブラザーコンセルのホーム監査の書類まだ預かってないけど。ダメだ。先生、あそこのお店、カツもオムライスもこんなに大きくて、それですっごく良心的なんです。お願いします。じゃあいいです、私が先生の代理で破産の申し立てをします。亀井さん、それは非弁行為になるのでできないのよ。非弁行為？弁護士または弁護士法人でない者は、訴訟、事件、ほか一般の法律事務に関して鑑定代理、その他法律事務を取り扱い、またはそれらを修繕することを生業とすることができない。要するにダメだってことよ。今の君の価値は現役女子高生であるということだけだ。制服を着てこの事務所に花を添えていてくれればいい。変な正義感に目覚めないでほしいね。ああ、そうですか。わかりました。ふん。じゃあ、これならどうですか？おお、これは青年女子高校。え？どういうこと？私のナイスバディよりも女子校の制服の方がいいってわけ？それはまあ。どうしてよ。あ、そこやめて、そこやめて。弁護資料足りなかったら、じゃん、夏服もセットでつけようと思うんですけど。セットではなかなか手に入らないんだ。玉川さんを助けてくれますよね？何を言ってるんだ。日本の食文化を守るのも僕ら弁護士の大切な仕事だろ。邪魔すんで、借金取り立てに来ました。怖いなぁ。金返さんけ。おうでこれ。もうやめやめ。金がなかったら強盗でもして作ってこんかい。出ろくるな。玉川さん、かわいいお孫さんどうなってもええんかい。こらおう、犯罪の強要ですか。またあんたか。となると刑法233条1項、生命身体名誉自由もしくは財産に害を与える旨を告知して脅迫し、または暴行を用いて義務のないことを。皆まで言う。言わせろ。ここは私が引き受けることになりました。文句があるなら出るとこ出ましょうか。ではこれより事件処理に着手します。先生ありがとうございます。
よろしくお願いします。どうぞ。先生にお礼をしようにも私にはこれしかないんでね。僕は結構です。何言ってるんですか。ここのオムライスすっごく美味しいですよ。いただきましょう。お二人が最後のお客さんなんです。そっか、手続きしたらこの店もなくなっちゃうんですね。俺ももう年だ。いい潮時だったかもしれないな。冷めないうちにどうぞ。いただきます。おじいちゃんまた。いいよ、どうせもうこれは。ダメだよ、後で付け直すから。これよ。どうしたんですか先生。はい。何のことですか。とぼけてると詐欺罪で訴えるぞ。わかりました。はい。おお。普通にしてればいい男なのに。小泉純太郎の愛の法律相談所へようこそ。チューナーアップから見限られたと思っているそこのあなた、私の法的恋愛術をティーチングいたしましょう。ただいま戻りました。女性を大切にしない男は全てゲオーティー。私は弁護士として決して許しません。素敵ですよね小泉純太郎。私何かあったらこの人に呼んじゃおうかなって思いますもん。女の味方って感じだし。法律で救済いたします。あれ、あ、ちょっと先生、なんでテレビ消すんですか。しー、小泉弁護士はね、野中先生の学生時代からのライバルなのよ。犬猿の仲。犬猿の仲。亀井君。はい。今週のバイト代。ああ、ありがとうございます。あれ先生、なんか少なくないですか。ちゃんと最低賃金で計算してあるだろう。え、あ、時給719円って980円の約束じゃないですか。君の働きを金に換算したまでだ。そうですよね。コピーはろくにできないし、コーヒーもうまく入れられないし。おまけに金にならない仕事に勝手に首を突っ込んですぐ暴走する。でも洋食屋さんにありがとうって言われたし、お客さんにだってあなたがここに来てから事務所に菜の花が咲いたみたいねって言われたし。私だってバラの花みたいって言われたことあるわ。君はトゲトゲしいからね。毎度、誠急便です。野中ひろむさん宛てに代引きのお荷物なんですけど。役立ち、来た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 。待ってたんだよ。素晴らしい出来栄えだ。よし、代金の方をいただいてもよろしいですか。いくらだったっけ。20万ね。はい。20万。そんなに高いんですか。何、安い買い物だよ。もう出て出て。安い。はい、10万20万。ご苦労様。ありがとうございます。
ちょっと、それって変じゃないですか。困ってる女子高生を安い給料で働かせて、たかが女子高生の人形に20万って。先生はやっぱり変態だと思います。いい年して女子高生の制服のことばっかり。はっきり言って気持ち悪いです。あ、気持ち悪い。高校の3年間というのはだね、少女から大人へと変わる貴重で美しい時間だ。その美しい思春期の体を覆うことを許されているのが制服だ。僕はね、その制服姿の少女たちの貴重な思春期の時間を見守り、青春の1ページを共に過ごした制服を大切に保管するという重要な役目を果たしてるまでだ。ふん、そんな偉そうなこと言って、ただ制服眺めて萌えって言ってるだけでしょ。ふん、何よ、こんな変な人形バカにしないでよ。ああ、出てけ。もう二度と僕の前に顔を出すな。何が世間に20万よ、変態。いや違うんです。あの上野弁護士ってことです。上野、新しいバイト探さなきゃ。あ、はい。え、私ですけど。ウィロープロダクション？デキレース？あのオーディションがですか？そう、最初から優勝する子は決まってたんだ。本当ですか？18番まで歌ったのに。僕はね、亀井さんみたいに可愛い子にこそタレントになる価値があると思ってる。あ、いや、そんな。今はね、普通の時代なんだよ。だからいつ CM やドラマのオファーが来てもいいように自分を磨いてくれるかな。自分を、うん、まずうちのプロダクションでレッスンや写真撮影を進める。デビューするまでは研修生扱いになるから、100万ほど用意できるかな。100万円、いや、とてもじゃないけど、そんな。じゃあ20万でいいや、亀井さん可愛いから。あ、いや、20万円でもちょっと。どうしてもお金が用意できないんだったら他に方法がないわけでもないんだけど。え、食事でもしながら話そうか。はい。亀井君、コーヒー。野中先生、亀井さんは先生がクビになさいました。ああ、そうか。ここの最上階のレストランから東京タワーが見えるんだよ。なんだ、そうなんですか。じゃないんだから、わかるでしょ。ちょっと間違ってると思います。何を嗅ぎ回ってるんだ。よう、今入ってったこの男、お前のところ事務員か。人の事務所の前をうろうろしないでくれ。ここからの放送はシャープ、アース製薬、NTT 東日本、NTT 西日本、ホンダとご覧のスポンサーの提供でお送りします。え、
20万円払ったの？だってアイドルになれるって言うから。子供の時からの夢だし、本当は100万円なのに20万円にしてくれるって言うし。そうなんだ。で、なれるのアイドル。それがさ、撮影って言っても2、3枚写真撮っただけだし、レッスンだって先生がちょこっと顔出して、あとは自主練しなさいって。実はさ、私も電話があって。マジ？うん、一回だけ会ったんだけど、なんか変なとこ連れてかれそうになってね。ホテルでしょ。そう、マリコちゃんも。じゃあ行ったの、ホテル。行くはずないじゃん。やっぱりオーディションに落ちた子に目つけて誘ってたのかな。でさ、4、5日前から全然連絡が取れないんだよね。なんで？知らないけど、やばいなと思ってユイロープロに行ってみたらさ。藤野マリコさん。どうしたの？僕は女性の味方だからね。何でもいいから話してごらんね。あの小泉純太郎が、うん、私がサインした契約書には不備はないし。お待たせいたしました。うちらには何の落ち度もないから、お金は返せないっていうの。ひどいよ。じゃあ小泉純太郎がウイロープロの顧問弁護士とか、そういうこと？そうみたい。あれ、静香ちゃん、それだけ？あ、私今ダイエット中。もう最悪。20万円パーだよ。うん。芸能プロの詐欺行為に間違いないわ。しかもホテルですって、絶対許せない。お金取り返せますか？野中先生がやるって言ってくれればいいけど。野中先生か。マサオさん、どうしたんですか？いや、なんでもないです。あ、そうそう、何泣いてるんですか、麻生さん。お疲れ様です。お疲れ様。ん？亀井くん、コーヒー。え？なんでわかったんですか？僕を誰だと思ってるんだ。いいからコーヒー。でも私、どうせ暇なんだろう。先生、彼女なんですが、これ見てください。自分の立場を利用してタレント志望の女の子から金を騙し取り、もてあそぼうってことか。痛いけな少女たちの夢を食い物にする性犯罪者は決して許せません。そういうとこは虚勢して一生強制労働させるべきです。野中先生、やっつけちゃってください。お願いします。私も襲われそうになって危ないところだったんです。え？君？はい。はあ、変わった男もいるもんだね。どうしてですか？藤野さんだっけ？君は僕に弁護を依頼するお金を持っていますか？またお金ですか？僕は慈善事業で弁護士をやってるんじゃない。それは間違ってると思います。持ってなさそうですね。残念ですが他を当たってください。先生、ごめんね。大きいこと言ったのに全然ダメで。うん、騙された私がバカだったんだから。でもなんか証拠掴んで鴨志田をギャフンと言わせようよ。だってそんなの許せないし。なんか思い当たることないの？そういえば
んに見せられた契約書と私がサインした契約書が違う気がする。契約書か。お待たせ。この間はすいませんでした。静か、やっと心の準備ができました。うん、じゃあ行こうか。はい。はい、これが契約書。ここにサインすればすぐにレッスンや写真撮影できるようにしてあげるからね。さあ、早くこっちおいで。はい。こことね、ここにね、名前書いて、ここにハンコついてね。終了と。じゃあ契約のお祝いに乾杯といこうかね。はい。さあ、売れっ子のアイドルになれるようにめっちゃ頑張ります。乾杯。あっ、ああもう静かのおバカさん。シャワーでも浴びるかい？何してるのかな？あ、静か、そろそろ失礼します。いたしました。え、亀井さんが？
金罪ね。ただじゃおかないわ。違う、俺はただその子が気分悪いって言うから解放してただけだよ。そんなこと言ってないじゃない。嘘つき。やめろそれ。バックに小泉純太郎がついてるから、やりたい放題やっちゃってさ。何、小泉？お待たせしました。ウィロープロ顧問弁護士の小泉純太郎です。野中、久しぶりだな。相変わらず女子高校生の制服集めてよだれ垂らしてんのか。お前こそ関取女のハイヒールまだ嬉しそうに舐めてるのか。まあまあ先生方落ち着いて。社長の梅沢です。今後鴨志田への質問等は全て私を通していただきます。今日は事実関係を確認しに来ました。後藤田君。はい。藤野真理子さんが鴨志田氏に20万円支払い、ウイロプロの研修生として契約を結んだものの、その明細も不明、レッスン内容はいい加減、鴨志田氏とも急に連絡が取れなくなり着信拒否されたり。鴨志田氏は藤野さんを立派なタレントに育てようと努力してきました。レッスン内容に関しては彼が多忙だったということもあり、あらぬ誤解を招いたようです。着信拒否については新しい携帯の操作ミスがあったようで今も通じます。それでは藤野さんがサインした契約書を見せてください。もちろん。こちらはコピーです。拝見します。小泉、これはお前が作ったのか。何か不備な点でもありますか。どうしたんですか。付帯証拠が多すぎてプロダクションに都合のいいように作ってるの。これじゃ支払ったお金どう使われようと一切文句言えないわ。嘘。では納得いただいたようなので以上で。はい、ご苦労様です。待て。まだ何か。鴨志田氏が亀井静香をタレントとして優遇することと引き換えにホテルに連れ込んだ件はどうなんだ。それも亀井さんの勘違いです。彼女が具合が悪くなったので部屋で休ませてあげただけ。具合なんて悪くなってません。変なスプレッシューって。野中、お前も落ちたもんだな。この程度の女子高生の嘘に振り回されるとはな。はい、ご苦労様です。なんだか簡単でしたね。僕の手にかかれば何でも簡単ですよ。あれ？なんだ？この契約書、私が鴨志田に言われて書いた契約書と違います。え？どういうことだ？あれ、どこだっけ？あ、そうだ。よいしょ。あった。こっちにはいろいろ書いてあるけど、ほら、こっちはたくさん空白がある。なぜこういうものがあることを黙ってたんだ。だって。おい小泉、これを見ろ。これは亀井静香が鴨志田氏にホテルで書かされた契約書だ。条文が数行しか書いていない。どういうことだ。なあ小泉、これって刑法159条第2項私文書偏造罪に当たるような。三月以上5年以下の懲役、さらに刑法220条監禁罪、法定刑は三月以上5年以下の懲役だったよな。鴨志田さん、あなた契約書から勝手に付帯条項を抜き取ったんですか。
詐欺行為をしたんですか。鴨志田、なんだこれは。え、うん、とぼけるな。会社ぐるみでタレント志望の子を次々と騙していたのは明白なんだ。観念しろ小泉。そうなんですか社長。鴨志田、お前ってやつはうちの事務所の名前を貸さに来てこんな悪いことまでしてたのか。社長、とぼけやがって。話にならないな。鴨志田さん、僕はあなたが事実無根だと言うから弁護してきたんですよ。うん、今日限りお前はクビだ。この方たちにきちんと謝罪をして騙し取った金と慰謝料を支払え。話が違うじゃないですか。それなら社長、当社としても鴨志田氏から損害賠償と慰謝料を請求しましょう。そうしてください。あなた言ってる通りだ。この男、煮て食うなり焼いて食うなり好きにしろ。トカゲの尻尾切りか。あいにく爬虫類は嫌いでね。僕は何だって愛のハンターだからね。はい、ご苦労さん。社長、あれ、これで終わり。あの人たち嘘ついてるじゃん。知ってるのになんで何も。うるさい。いや、さすが小泉先生、見事に切り抜けましたね。鴨志田のことは気になさらないようですね。社長、あなたも知ってたんですね。全てを話してくれないと困りますよ。いらっしゃいませ。失礼します。あ、僕はいいから社長のところに座って。はい先生。お待たせしました。いつもでございますよ。いらっしゃいませ。チャイナガールのまさこです。もう全然納得できません。先生もそう思いませんか。なんか間違ってると思います。弱い人を守るための法律や弁護士なのに、お金で雇われて弱い者いじめをする弁護士なんて最低最低。キーキー騒がないでくれるかな。だって弁護士は弱い人の味方でしょ。正義の味方ですよね。正義。そんなものを信じてるとろくなことになるのさ。命日だってのに、あんたが惚れた男は気もしないのか。来ないわけはないだろうが。最愛の女だもの。ここへ来る資格があるのか。ここへ来た時ぐらいは穏やかに行こうぜ。いつまでもこいつを悲しませたくない。綺麗事を言うな。人殺しのくせに。俺への復讐か。それで背筋主義に走ってるのか。言っとくがな、結局金なんか何もしてくるんぞ。余計なお世話だ。
ください。お疲れ様です。野中先生、実はですね、私の母が入院してしまいまして、給料2ヶ月分前借りさせていただけないかと。確か麻生さんのお母さん、一昨年亡くなったはずじゃ。それがですね、義理の母と申しましょうか、妻の妻。麻生さん、いつの間に結婚してたんですか。実は3週間ほど前、結婚相談所が主催する中国お見合いツアーに行きまして、そこで知り合った方と内々に結婚式を挙げてきたんです。じゃあ麻生さん新婚さんだったんですか。なんだ、言ってくださいよ。おめでとうございます。で、その相手は中国の人。よくご存知で。シャオリンという可愛くて優しい人なんです。そのシャオリンさんが日本に来ようとした矢先に入院でも。はい。しかもその直後に彼女の母親が交通事故に遭って金が必要になった。はい。その他お見合いパーティーの費用、成婚手数料、結納金、さらにシャオリンの病気とシャオリンの母親の事故で総額約400万円ほど支払った。はい。それでシャオリンの病気の具合はわからない。しかも結婚式以来会えないし連絡も取れない。さすが先生、全て僕のことお見通しなんですね。後藤田さんもさすがです。麻生さん、それは典型的な、はい、結婚詐欺ですね。え、野中様、大変お待たせいたしました。麻生様の担当しておりました石月は退職しました。で、責任者の方は。あいにく責任者は出張中でして。彼と結婚したシャオリンさんのご実家の住所を知りたいんですが。シャオリンさんは引っ越しされたようで連絡が取れないんです。そんな。なるほど、それがマニュアル通りの対応ですか。行きますよ。結婚相談所ミラクルブライダルの社長は滝平哲也。この滝平ってやつがかなりのクセ者です。芝浦で中国人と日本人のホステスのいるチャイナクラブを経営してます。チャイナクラブ。その裏には芸能プロのウイロープロダクションを経営する梅沢土道がいます。ウイロープロ、あの小泉が顧問弁護士を務めているところか。ええ、いろいろ黒い噂もありますから気をつけた方がいいですね。報酬だ。人ですね。はい、私にはもったいないくらいです。そうですね。結婚相談所とチャイナクラブ、背後にいるのはウイロープロの社長。内情を探る必要があるな。おっしゃる通りだと思います。私が潜入調査してきます。後藤田さん、潜入調査をする調査官が必要だな。ですから。
更新所のリストをもらえませんか。はい。あの先生、チャイナガール静かあるよ。こんばんは。こんばんは。どうぞ。シシスね。何するね。ヒップ87。こんな可愛いお尻が目の前にあるのに触らない方が失礼あるね。先生、私可愛いお尻。イハオ。イハオ。社長、お疲れでございました。リップ席の方へ。勝利。リップ席。あれ、あの人は。え、シャオリンがチャイナクラブに。潜入してるのは内緒なんですから。誰が潜入してるですって。うわ、すっごい。何の話。いえ、亀井さん、あなたまさか。あー、肩凝ったな。う、いた。おかえりなさい。おかえりなさい。ただいま。ごめんね。あ、いた。あ、ごめんごめん。あ、先生おかえりなさい。ただいま。どうださ、先生は女子高生にしか興味がないんですから。お黙り。はい。私そろそろ早退します。あれ、お店夕方からですよ。お店。はい、ある情報筋によると麻生さんの奥さんのシャオリンさんが例のチャイナクラブにいたそうです。え、ある情報筋って。いや、あ、それは多分ある情報筋です。あ、こんにちは。あ、鳩山西高校か。え、昨日のお姉ちゃん。おお。ちょっと何するんですか。先生今見ましたか。ああ、白だろ。そうじゃなくて、この後セクハラで訴えてくださいよ。うん、まあ弁護士事務所にしてはなかなかいい趣味だね。何しに来たんだ。そうつっけんのに言うなよ。あの、私後藤田正美と申します。お会いできて光栄です。ほら、亀井さんも野中先生のお父様にご挨拶しなさい。え、野中先生のお父さん。野中泰造先生。経済的な理由から弁護士に依頼できなくなった人たちのために尽くされてきた弁護士の鏡のような先生よ。そうなんですか。そいつは弁護士じゃない、人殺しだ。え、野中先生。ここは僕の事務所だ。あんたが来るとこじゃない。とっとと出てってくれ。一つだけ聞いておきたいことがあるんだ。お前がこれから相手にしようとしている人間がどんな連中か、それをちゃんと分かってるのか。どういう意味だ。うん、とってもデンジャラス、危険だ。一筋縄ではいかん。それが分かってるか。あんたに言われるまでもない。うん、分かってんならいいか。気を抜くなよ。余計なお世話だ。いいね、高校生は。いい。遺伝だ。余計なお世話かもしれないんですけど、お父さんにああいう言い方するの良くないと思いますよ。だって何があってもお父さんはお父さんだし、家族だし、大事にすべきだと思うし。だから今度会ったら仲良くしてくださいね。父親ってやつは勝手な疑問だ。男の生き様なんてものに突っ走って自己満足してるだけだ。そんなことないです。
うちのパパは今私たちのためにどこかで一生懸命働いてくれてます。また家族で一緒に暮らせるようにって。だったら君のパパは娘の君のために何かしてくれたか。借金作って僕に後押しつけて逃げただけだろ。それは違います。さっさと行け。鬱陶しいんだお前の正義感は。正義感って悪いですか？先生だって正義感があるから弁護士になったんじゃないんですか？理想や正義だけじゃ飯は食えない。金があれば人は救われるし、時には命だって助かる時もある。所詮は金だ。またお金ですか？私はお金なんかなくったって、人に優しくされたり、あったかい言葉かけてもらったら、それだけで嬉しくなります。明日も頑張ろうって思います。なら明日も頑張ればいい。先生は最低の弁護士です。先生は弁護士として間違ってると思います。何でもお金だって言うんですよ。理想や正義じゃ飯は食えない、人の命だってお金があれば助かるって言うんです。命か。そうかもしれなかったわね。そうかもしれないって？野中先生はね、お母様を癌で亡くされてるの。え？太蔵先生は貧しい人たちからお金を取らない。だから野中先生のご家庭はずっと生活が苦しかったらしく、お母様はご苦労された上に癌になってしまわれたの。太蔵先生はその頃ある公害訴訟で被害者団体を率いていらして、裁判には勝訴したんだけど、結局お母様の治療代もままならず、裁判にかかりっきりだった太蔵先生は奥様の死に目にも会えなかったそうよ。だから野中先生は太蔵先生を恨んでらっしゃる。そうだったんですか。ここまでの放送はシャープ、アース製薬、 NTT 東日本、 NTT 西日本、ホンダとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。会社が彼女にも冷たくされてるわけよ。お客さん困ります。いいじゃねえかよ。いや、やめてください。こっちは金払ってんだからさ。リアル倒れ。ああ、そういう声に違うよ。シュッ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 。わざと歌う、私歌う。はい、大都会。勝利さん、シャオリンさん指名お願いします。かしこまりました。少々お待ちください。あ、どうもありがとうございました。どうして来ちゃったんですか。まずいですって。いいのいいの、よくないですよ。3番手。例の野中って弁護士の事務所で働いてるシャオリンが相手です。騙されてるってことにまだ気がついてないのか、あのハゲ。バカだな。梅沢社長に指示を仰いできましょうか。社長ならコンクリート詰めにして東京湾にうずめちまえって言うだろうな。ご指名ありがとうございます。チャイナガール、シャオリンです。あ、
違う、シャオリン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 、ああ、痛かった、私の愛するシャオリン、シャレじゃないよ。え、皆さん、聞いてください。私とこのシャオリンとは中国で結婚式を挙げた仲なんです。お客さん、お客さん。営業妨害。いや、あなたからも言ってくださいよ。亀井さんだって、私とシャオリンのことは。亀井さん。出てってください。え、早く。ちょっと、お客さん。シャオリン。営業妨害。ちょっと、亀井さん。なんで？なんで？野中先生も今来たらダメって言ったでしょ？でもシャオリンが…シャオリンが、もうダメ、早く帰って。静香ちゃん、はい、ご指名、ビップルーム来てくれるか？ビップルーム？はい、わかりました。失礼します。いや、君か。あの、私、あれから心を入れ替えて夜の女になったんです。えらいえらい。で、お嬢ちゃんはここで何を調べてるのかな。何って、何のことですか。現役女子高生という触れ込みだとね、香港じゃとっても高く売れるんだ。サンキュー。You are welcome。 あの、失礼します。あったかいうちに食べようかね、これ。あ、いつもありがとう。はい、もしもし、野中。シャオリン。先生、今日はお先に失礼します。お疲れ様。おい、大佐先生。なんだ。すぐチャイナクラブへ行け。あの子が危ないかもしれん。あの子。うん。亀井さんだ。亀井君が。どうしてそんなところに。いや、あの、彼女が勝手にですね。彼女まだ女子高生だぞ。なんでそんなバカなことをさせるんだ。ヒロム、はい、行け。お前に指図される筋合いはない。行け。先生、待ってください。私も行きます。ちょっと待って。何ですかその格好。どうだったんだって。静香を指名したい。ご指名ありがとうございます。チャイナガールの静香です。あなたですか。うちの周りを嗅ぎ回ってる弁護士ってのは。亀井静香はどこだ。静かなら辞めました。
やめた。入れ替わりの激しい世界ですからね。可愛かったり残念です。嘘を言うな。さっきまでここにいたじゃないか。さっきやめたんだよ。調べさせてもらうよ。困りますね。弁護士のくせして不法侵入ですか。なら警察でも何でも呼べばいい。困るのはそっちだろ。バネだめ。何もするだろう。じゃあ俺邪魔するよ。何勝手にやってんだろうな。なんか人体で青チーの静かぶさいまこっちゃいだよ。静かの行こう。アレイさん、例の弁護士が来ました。あのお嬢ちゃんはバレないところに隠してあります。あいつ警察を呼ぶとほざいてますが。ほっとけ。いざとなったら小泉に相手をさせる。全く気づかなかった。もう先生、怖かった。でもさすがですね、この中に入ってるって分かるなんて。当たり前だ。僕を誰だと思ってるんだ。さて行くぞ。はい。ごめんなさい。どうぞどうぞ。すまんな、やろ、すまんな。申し訳ない。すいませんね。ごめんな、すまんな、やろ、すまんな。なあ、またあんたかよ。何しとんじゃい。話しなさい。おい、やめろ。いやー、野中先生、お久しぶりです。こんなとこでお会いできるとは奇遇ですね。何ですか、店で大騒ぎをして迷惑をかけてくださっているようですが、また小泉先生に一本取られないようにしてください。ふん、あんな男。先生。社長、あなた結婚できない痛いけな日本人男性を騙し、中国人女性と形だけの結婚式を挙げさせ、事故だの病気だのと偽り、彼らの行為を利用して金を請求しているようですが、それらが立派な犯罪であるということをご存知ですか。先生、
犯罪というのは証拠があってこそ成立するものじゃないんですか。何か証拠が終わりですか。なければ名誉毀損で訴えさせていただきますが。証拠出してみろ。証拠ならある。先生、女子高生も証人になれるんですよね。もちろんだ。拉致監禁、暴行未遂、殺人未遂。殺人？そうだったんですか。私も知ってること全部話します。シャオリン、シャオリンさん、助けてもらったお礼よ。バカバカしい。やれるもんならやってみなさい。梅田は往生際が悪いな。そう先生。正式な就労ビザを持たない女性たちを強制的に過剰滞在させて、しかも低賃金でこき使って、お前たちの悪行は全て調べさせてもらいました。後藤田君、大の大人が結婚詐欺やプロダクション詐欺をして、いろんな人たちの人生めちゃくちゃにして、よく恥ずかしげもなくその年まで生きてこられましたね。あなたたち変です。それって間違ってます。さて、証人もたくさん揃ったことですし、出るとこ出ましょうか。お前のところのスタッフってみんな個性があって面白いな。個性ね。いい仲間だ。大事よ。お、ま、頑張れ。おお、ヒップ84。ちょっと痩せた。ちょっとだけ。ちょっとだけ。アソさん、シャオリン、シャオリン、なんで帰っちゃったんだよ。大体来週の火曜午前10時より、ベティーズホテルの会議室でマハラジャファンドのミーティングがあります。ジャミール氏がいらっしゃるそうです。ジャミール？はい。インドのか。はい、インドのです。ナマステー。よくわかりましたね。こんにちは。オムライスの出前です。あ、こんにちは。先生、出前頼まれました？いや、あの人、日本語喋るぞ。ああ、あの人は日本人なんです。こんにちは。こんにちは。野中先生、その節はどうもありがとうございました。先生が借りてくれたワゴン車でまたオムライスを作ることができました。え、先生が？結構優しいところあるんですね。レンタル料はきちんと取ってある。またそんなせこいことして。はい、どうぞ。先生の大好きなグリーンピースたくさん乗せておきました。おー、先生グリーンピース好きなの？よくご存知で。お店閉めてからも何度かで様子を見に来てくださって。あら、お礼にオムライスぐらいしかご馳走できませんから。というよりオムライス目当てで行ってらしたようですけども、うん、結構庶民派なんじゃないですか。かわいい。では、ありがとうございました。お代は？
サービスしてください。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございました。アトルさん。はい。あなたの結婚詐欺事件処理の報酬、今月の給料から引かせてもらうよ。ひどいです。麻生さんは同じ屋根の下で働く仲間じゃないですか。僕は金にならない仕事はやらない主義でね。そんなこと言って。亀井静香。はい。君はクビだ。なんですかいきなり。チャイナドレスなんか着て潜入調査しやがって。だってじゃあ制服だったらよかったんですか。いやそういうこと言ってんじゃないだろ。エマ先生、亀井さんが危険だってした時すごい勢いで心配したじゃないですか。え、そうなんですか。記憶ないな。でも結局私が潜入したからあいつらをやっつけられたんですよね。野中先生と私って結構いいコンビなのかもしれませんね。君ね、いい加減にしろよ。はーい。しかしこれは素晴らしいな。野田さん、やっぱり変です。やっぱり変かしら。女子高生に人気だっていう講習つけてみたんだけど。違いますよ、あの変態女子高生オタクの先生のことです。もうしょうがないのよ。電話出て。はいはい、もしもし、亀井ですけど。ああ、せっか、あ、手が、また手が。先生大丈夫ですか。亀井君、この宿題は君の給料から差し引かせてもらうからな。どうしてですか。今の私のせいじゃないですよね。どう考えても君のせいだろう。そうですか。そういう言いがかりつけるんだ。出るとこ出ましょうか。出るとこ出ましょうの原作本1巻から5巻までをセットで10名様にプレゼントいたします。宛先はご覧のところまで。ふるってご応募ください。